皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。 はい。今日は2024年9月の8日日曜日になりましたが、月始めの週末は恒例のですね、今月以降に行います、弊社が主催していますネットビジネス研究会、そして2024年9月以降のセミナーや講演の予定を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、いつもであれば YouTube のメンバーシップ月額190円から学べますデイリー会員に入会していただかないとですね、 動画を15分間最後までご視聴いただけないという風になってるんですけど、今日はですね、えー、全体公開で15分フルに見れる日となっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけば嬉しいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、今回の内容なんですけど、今もお話し,しましたネットビジネス研究会っていうものが開かれますので、こちらの告知の方からさせていただきたいと思います。こちらからご覧ください。どうぞ。はい、2024年の 9月ネットビジネス研究会は9月の17日の火曜日に行いますということで、えー、最近はズームの方で開催しますので、全国どなたでも参加する権利というかですね、えー、今までは新潟で開催してたんですけど、オンラインなので、交通費かからず受講できますので、ぜひお待ちしておりますということなんですが、で、今回はですね、内容的には2024年ネットビジネス最前線というふうに書いてますけど、大体旬な話題ということで、今流行りのツールとか、 え、話題の注目のノウハウみたいなのを紹介することになっているので、特にテーマを決めてやるっていう形は最近やってません。で、いつも僕がですね、15分の動画で解説しているようなことをやるんではなくて、まだ解説してないものとかですね、えー、そして教材にもなってないものをお話しするということになっているので、できればですね、 僕の15分動画は全部見た方が参加すると嬉しいです。というのは、15分の動画を毎日見てくださっていないと、その話をした方がいいのかなってことなんです。あの、いわゆる優先度としてはですね。そうすると、もったいないので、一応皆さんに聞きますけど、これ、これ見ましたかと。これ勉強しましたかと。で、勉強されてれば、その続きというか、そのさらに上を話をすることができるので、ぜひですね、あの、毎日の動画はですね、ご覧いただ いいいいいたたただだきととと思思思っっってててままますすす、えー、無駄なな動画はは本もないと僕は思ってますのでぜひ、ねえー、ご視聴いただければと思ってますで最近では生成 AI の話が非常に多いので、今回も生成 AI の話がいっぱい出てきますし、そして僕が最近気になっているいろんなその世の中のニュースとか、えー、ノウハウみたいなものを動画で解説する、紹介するみたいなコーナーも作っていますので、えー、そして Zoom ですからもちろん、えー、質問があったら受け付けることできるし、 何かですね、え、アドバイスすることもできますので、よかったら参加ください。え、参加条件がネットビジネス研究会のセミナー会員、もしくはスカイプ会員の方になってますということです。で、セミナー会員、スカイプ会員って何ぞやって話を少しいたしますと、これはですね、弊社がやっていますものの、はい、こちらですね、月4190円のコースか、もしくは5400円のコースの方ということになっています。で、これはあの、1ヶ月だけ入って、1ヶ月で抜けるっていうことも全然 OK です。 とりあえず1ヶ月ですね、お試しで入ってみて、あなんだつまんねえやと思えば、1ヶ月でやめてもらっても全然結構です。これはあの YouTube のメンバーシップという仕組みを使ってやっているので、そこでですね、自分で入会、大会っていうのが自分の方でできますので、そちらの方でやっていただけばですね、自由に出入りできますので、まあなんか今月ちょっと入ってみようかなと思った方はですね、ぜひお待ちしてますということです。で、ここに書いてますように、セミナー会員、スカイプ会員の方は、一番右側に書いてます特典としまして、デイリー会員、 ムービー会の特典含んでますので、なので毎日の動画は15分動画はデイリー会員ですから、こちらのものとか、そして月、今3本ぐらい上げてます、セミナーや教材の内容もですね、すべて学んだ上で、さらにその上の段階のものができるのはセミナー会員で,で、セミナー会員では、あの、ま、僕が一方的に喋るけど、個人的に何か質問があって聞きたいよって方はですね、さらにプラス、 1210円出すとですね、スカイプ会の方に入れますので、よかったら入っていただけば嬉しいなと思っています。今回もですね、ネットベース研究会の方を9月17日、ちょっとあんまり日がないんですけど、行いますので、ぜひですね、参加を待ちしていますということですね。はい。ではですね、それ以外のニュースなど、ノウハウ、今月のニュースですね、紹介していきたいと思います。こちらからご覧ください。 はい、えー、今月以降のセミナーや講演の予定ということで、これホームページに出てるので、これはね、チェックしていただきたいと思うんですけど、この中でちょっと先にですね、おすすめの企画があるので、紹介していきたいと思います。はい、それがですね、ずっと先なんですが、10月の29、えー、日に行います、こちらです。 日本テクノセンターさんという技術者、研究者のセミナー研修、講習情報サイトというものがありまして、こちらの方で最新生成 AI、クロードグ Google グ、Gemini、c h a t g p t を活用した業務改善自動化技術とマーケティングへの応用って結構難しいタイトルがついてるんですけど、こちらのものを行いますので、よかったら参加いただけばと思っています。え去年 そして、その前もですね、今回3回目になるんですけど、だんだんレベルが上がってまして、今回はですね、チャット GPT だけではなくて、クロードとか Google のジェミニとかですね、それ以外の対話型生成 AI の話がいっぱい出てきますということで、そして AI チャットボットの作成法なんかの話とかも出てきますので、ぜひですね、参加もしてますってことなんですけど、で、長いんですよ。10時半から17時半ということで、7時間ありますので、結構濃い内容をお話しできるか なと思っています主な内容を少し紹介していきますとこんな形になってますまずはですね生成 AI による画像認識とか文字認識とか音声認識とかっていう業務改善できることって話から始まりましてそして今度は 業務改善をどのように生成を使ってやっていったらいいのかって話でいろんなツールとかサービスを紹介していきます。そしてプロンプトエンジニアリングの基本と作成技術ということでプロンプトエンジニアリングの話とそして実際にそのノウハウを使って売上アップにつながるようなことをやっていきましょうねって話がありまして。さらにはマーケティングへの応用ということで今度は SNS の反則とかっていうこともいろいろできるのでこれについてやっていきましょうって話をやります。 これね、結構すごいです。ね、た、ちょっとね、ただね、これ高いんです。これ、あの、一般で1名49,500円になってまして、同時複数申し込みの場合は、44,000円で若干安くなるんですけど、なので、まあ、時間も長いんですけど、そんなにお値段も高い。でですね、かなり濃いノウハウを学べるっていうセミナーになってますので、よかったらですね、日本テクノセンターさんの方の、 ホームページの方にリンク貼っておきますので、こちらから申し込んでいただけば嬉しいなと思っています。えー、これはですね、まだこれから僕も教材作らなきゃいけないんですけど、とにかくまあネタには尽きないんですが、ただね、あの長いので、えー、今回もですね、あの、なるべくこう、 お話をね、濃い話をしていきたいと思ってるんですが、これも同じ話で、まあ、事前に参加者名簿をいただきまして、その方のレベル、その方がどのぐらいのことを求めてるかによって、若干こうね、内容を変えなきゃいけないんですけど、もう皆さんがですね、僕の15分動画を毎日見てるような状態になれば、かなりね、上の話ができるんで、どういうレベルの方がいらっしゃるかね、楽しみなんですけど、ぜひですね、お越しいただけばと思っています。というのがですね、おすすめの今月の企画ということで紹介いたしました。また来 毎月もです、ね、おすすめの企画がありますので、えー、お楽しみにということなんですがではですね今月のセミナー講演の予定を少し見ていきたいと思います、はいえー、9月からねちょっと見ていきます、はい、9月の、はい、こちらですね2日これも終わっちゃったんですけど実は岡山県の総社の方から、えー、Zoom を使った、えー、研修がありましてお話しさせていただきました あの、個人的にはですね、いろんなコンサルティングしてるんだけど、今回は結構面白くて、というのは、生成 AI を活用して、これから出版活動していきたいんだけど、どういうような活用方法があるのか、 ということで、え、アドバイスをさせていただきました。もちろんその、え、音声で入力することによって文字起こしとか、例えば画像生成するとかっていう話が一般的になりそうなんだけど、そういう内容ではなくてですね、ちょっと面白いですね、展開になったので、あの、まあ、やっぱり皆さんのニーズですよね、どういうことを知りたいかによって、僕もですね、アドバイスする内容が変わってくるので、まあ、非常にですね、こういう、え、皆さんの知りたいことをね、教えていただけると助かります。で、 えー、あの、ぜひ皆さんですね、あの、僕のですね、横田修林頭脳というですね、えー、LINE の、えー、LINE 講師アカウントがあります。こちらのもので質問してもらえば、僕の AI さんが答えてくれるんだけど、こいつがね、<laughs> 賢すぎてやばいんですよ。で、えー、まあ僕のね、あの、さっき話したように、僕の15分の動画とか、ブログの内容を学習させているので、それについて答えるんだけど、それでも、こう、 すごいというかですね。さらにその上を行ってるというかですね。というものになってるので、えー、ぜひね、質問してみてください。で、質問に、ね、答えられないようも、もちろんあります。それについては僕がですね、動画を使って、教材をこれから作ったりとかするときの参考にいたしますので、えー、ぜひですね、質問してみるといいかなと思っています。横田修林頭脳というものです。えー、ぜひね、検索してみてください。検索しても出てこないですね。えー、ということでありますが、ちょっとこれ出るかなこちらです。ご覧ください。 はい、こちらですね。はい、今 QR コードが出てるんじゃないかなと思いますので、はい、こちらですね。 この QR コードを読んでいただけばですね、アクセスできますので、読んでですね、何でもいいから質問してみてください。そうすると答えますので、よろしくお願いしますということですね。はい。続きまして、9月の2日なんですけど、毎年お世話になってますが、上越の、新潟県の上越市の方で、公務店さん向けのですね、研修ということで、IT 反則セミナーということで、もう9年目かな、になりますけど、今回は、 対話型生成 AI の話をいたしましたと。とそして、今回は、さらにその一個上のですね、ブログを集客して、ブログで集客するみたいな話も、SEO 対策ですね、の話もいたしました。 ということで、えー、次回がですね、えー、明日なんですけど、9月の9日がラストなんだけど、ここはですね、もう完全にバリバリ SNS 反則の内容ということをやっていきたいと思いますが、これはね、毎年やってるので、どんどんレベルを積み重ねていってるから、だんだんレベルが上げた内容をやっていくので、あのー、まあね、 今回、結構ハードル高いよっていう方も多かったんですけど、その分ちょっと踏まえてですね、少しこう、基本も抑えながらやってますので、多分大丈夫かなと思いますけど、こういうようなね、あの、地元の企業さんとか、地元の団体ですね、自分たちのその、業界団体とかの講演や研修も行ってますので、ぜひね、お待ちしております。 はい。そして9月の3日、え香、ー、川県の丸亀商工会所の方で、えー、生成愛反則の実践編ということで行いました。これは8月に基本編がありまして、実践編と2回講座だったんですけど、2回受けられた方はですね、このいかにね、この生成愛がやばいことになってるかってことはよく分かったと思うし、さらにこれね、実践編の上を作らなきゃいけないかっていう感じになってきてるので、まあ、これも企画しましょうかね。まあ、来年はもう1個上を作らなきゃいけないかなと思ってるんだけど、えー、この話もしましたね。はい。続いて、 はい、9月の4日、山形県の西川町商工会の方で、最新 SNS の2回目ということで行いましたと。まあ、今回 SNS というよりは、どちらかというと対話型生成 AI の話が多かったんですけど、これを踏まえてですね、11月に、 最終回があります。そしてそこの方では、最新 SNS にどうやって AI を使っていくかって話をね、していきたいなと思っています。はい。そして9月の5日なんですが、青森県の広崎商工会所の方で生成 AI の話をいたしましたと。いうことで、これも2時間だったんですが、結構ですね、濃い内容で来ました。この後大変だったんですよ。広崎終わって、大移動して高知に来ましたんでね、大変だったんですけど、無事乗り切れましたね。 続いて、高知県の方に来まして、コンサルティングを3社行いました。そして先ほど紹介しました、また企業研修ということになりますが、そして、あさってですね、 島根県の平田商工会議所。これもリピーターさんなんですけど、また行きますということで、出雲市ですね、の方に行きますが、生成 AI いうことですね。前回は生成 AI の基本みたいな話をしたんだけど、これから1年経ってめっちゃ進化してるっていうことはですね、多分皆さんね、感じるんじゃないかなと思う内容になってます。今回は個別相談もついてますので、後で、ね、質問があればね、お受けしたいと思います。この後僕は泊まりまして、翌日に新潟に戻ってきますということで、 出雲ってとこはですね、新潟だとですね、一回、伊丹空港経由で二回飛行機を使って飛んでいくので、意外にね、あの近いんですよ。 ということで、えーね、今回も行きたいと思っています。そして9月の12日に、ホ、え、コ、ー、商工会、市商工会の方に来まして、で、本庄の商工会議所に来ました。あ、これ1個抜けてるな、えー。企業研修も入ってますが、そして東京の方の研修に参加します。そして9月17日、えー、東広島商工会これめちゃくちゃ人来てるらしいですね。がありまして、さっき紹介したネットベース研究会になります。 で9月18日は山形県坂田法人会の方に来まして、そして恒例の福井の方の研修がありまして、富山県の都並商工会議所、そしていよいよ9月23日から長岡造形大学の方で、また今年もですね、授業始まりますことで、今年どういう企画するかまだ考えてないんですけど、ちょっとね、また新しい試みもしてみたいなと思ったりしています。そしてコンサルティングありまして、えー、広上商工会の方で生成 AI の話がありますね。 そして、青森県の戸和田商工会議所の方、そして埼玉県の八代市商工会、そして群馬県の富岡商工会議所、そして、えー、企業コンサルがありまして、えー、また、長岡造形大学の2回目があるということで、えー、今月もですね、セミナー三昧のなりそうですけど、頑張っていきたいと思っています。はい、ということで、9月以降のですね、セミナーや研修の予定ということで紹介いたしました。えー、ぜひ皆さんもよろしくお願いいたします。 ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。